ゲームサウス団は、日本の競争馬。主な勝ち倉は2019年の兵庫ジュニアグランプリ、2021年の黒船賞、テレ玉ハイオーバルスプリント。場名の意味は、冠名父名の一部父父母名より。2017年1月21日、北海道新日高町のグランド牧場で、母ムービングアウトの7番目の子として誕生。 2018年の北海道サマーセール一切市場に手1600万円で取引された。立党、飯田雄造級者に入級の後、2019年6月15日、阪神競馬場の新馬戦で、和田隆二とのコンビでデビューし4着、続く7月21日中京競馬場での未勝利戦でも7着に終わったが、3戦目の9月14日の、 未勝利戦では4コーナーから直線で先頭に立つと、最後はサウンドサンビームに8馬審査をつけ3戦目で初勝利を挙げた。10月20日京都競馬場の500万下特別、なでしこ賞も制してに連勝とする。11月27日兵もジュニアグランプリでは2番手追走から直線入り口で先頭に立つと、最後は中段から追い上げてきた名称転水に1馬審半差を、 つけ重傷発生派を果たした。その後登場して全日本2歳優秀は2番人気に、指示されるも、バケーションの5着に終わった。明け3歳初戦、昇竜ステークスは、2番手からの競馬で押し切って1着。地蔵の単語ステークスは3歳馬ながら別定5 8ラムを背負う。一番人気に押されたが、直線で後続に刺され7着に終わる。小バとの初対戦となった。 天保山ステークスは最下位の14着と大敗。その後は立て直しを図るため5ヶ月の休養を取り、11月の下月ステークスで復帰、先手を取ると2頭にかわされるものの3着を確保する。2021年初戦、スバルステークスは後位から抜け出し後続に2場審査をつけ勝利する。次走は黒船賞に出走。2番手でレースを進めると、 第3コーナーで早々と先頭のグリムをかわし、最後の直線では後続を突き放して8馬審査をつけて勝利、重賞2勝目を挙げた。重賞連勝を狙ったカキツバタ記念は2番手で、競馬をするが逃げるラプタスに3馬審離され2着に敗れる。4ヶ月半ぶりの実戦となったオーバルスプリントは、道中2番手から3コーナーで先頭に立つとそのまま押し切り。 2着ティーズダンクに2場審査をつけ解消。重症3勝目を手にした。以下の内容は、ヤビスサーチ及び netkeiba.com に基づく。ありがとうございます。